翔さん。おい。これノロウイルスが発生したわけですね。このホテルは2つの致命的な失敗をしましたからね。1つは食の安全を守れなかったこと。そしてあそこ行かなかったでしょ。まだ、え、あの正面のあの赤い屋根、あれはもう完全に分かれてそうですよね。多分どうやって行くんだ。一旦外に出るしかないんじゃないですか。あ、分かった、あれだ。確かこれ登り道があった。うん、でかい大盛り飯盛れるような丼が欲しいと思ったら、ああいいな。でっけえうんこだな。クマかな。